続いて、今までのコミュニティから離れて夢を追うと友達いなくなるのってなぜですか？今までの人間関係だと退屈なんですが、孤独は不安ですということなんですが、基本的にね、付き合ってる人間がずっと同じイコール自分が成長しないというふうに考えてください。人間は、付き合ってるですね、人によってですね、結構性格変わったりはするっていうふうに言いますけど、よくさ、ほら言うじゃないですか、あいつ変わったよな、みたいな。僕も散々言われました。やっぱりテレビに出たりとか、やっぱりこう収入が変わったりとかする、あいつ変わったよなっていうふうに言われるんですが、僕から言わせてもらえば、お前らが変わってないだけなんだよって話なんですよ。だってさ、5年も10年も前から同じ人たちとしかさ、付き合わなくてさ、ずーっとさ、ね、同じレベルの話をし続けて、会社とかに文句言ってきてるわけじゃないですか。そこに疑問を抱かないのがすごいですね。同じ自分が、同じ状態が1年とか2年とか、ましてや3年とか続いたら、不安になりますもん。だって同じ状態ってありえないんですよ。人間ってやっぱり、プラスとマイナスが均衡して同じ状態に行くので、言ってしまえば、本来は右肩上がりなんですよ。プラスが多ければ。で絶対マイナスもあるんで。マイナスがあるんだけど、プラスの方がはるかに上がってるから、多いから右肩上がりになるんですよ。で、プラスとマイナスが、マイナスが増えていくか、プラスが減るかして、プラスとマイナスがトントンになると、現状維持になるんですよ。だから僕にとって現状維持って、もうマイナスの入り口なんですよ。だから僕怖すぎて、それができなくて、むしろですね、同じ場所にいる人たちの方が不思議だと思うんで、周りから人間がいなくなるのは普通です。ただし、その代わりに周りから人間がいなくなっていくだけではなくて、上に上がることによる新しい友達を作るということをしていけば、何も怖いものはないと思います。はい。切り抜きいかがだったでしょうか。この動画の概要欄の方から今なら僕が作った D ラボ動画配信サービスですねの無料の体験リンクと僕のオーディオブックが無料で聴けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらにチャンネル登録のもお忘れなく。それではバイバイ。